そこで待ってなさいよ。とびっきり美味しいランチをご馳走してあげるからさ。
今から行くよ。というわけだ。え？帰ったらちゃんと食べてやるから。おとなしく待っていろ。帰ってきたら絶対食べてもらうかんね。覚悟しときなさいよ。やれやれ。もうちょっと遅くてもよかったのに。それで荷物は？あ、うん。あれなんだけどね。それで、これをどこまで運べばいい？花壇までよ。花壇か。やっと来たわね。
持つぞ。待ってたわ、さやさや。それじゃ、大輝と一緒によろしくね。よし、行くぞ。お願いします。頑張ってね。なんだ？いえ、階段が近いですから。大丈夫ですか？ああ。もし重かったら私も。
すみません。いや、謝らなくてもいい。それより、今は授業中だが、いいのか？はい。体育で見学していたところを先生に呼ばれたので。なんだ？いえ、なんでも。そこでいいと思います。重くなかったですか？まあな。だが姉さんの頼みでもあるし、断るわけにもいかないだろう。どうした？残りも急いで運ぶぞ。はい。ついてしまって、本当にすみません。私、先輩になんてこと。とにかく、どいてくれないか。
た大輝に何してるのよ。私は大輝、一体何がどうしたっていうのよ。別に。松沢がつまずいて倒れてきただけだ。本当に？別に嘘を言う必要はないと思う。だけど、神さん、お久しぶりです。あ、うん。誰だっけ。聞いたような。1年生の時、同じクラス。あれ、そうだった。ごめん、私普通の人の顔と名前覚えられなくってさ。はいはい。松沢は香織の仕事についても知っているのか。ほのはさんですよね。そう、サイン欲しい？いえ、遠慮しておきます。あ、そう。ところで、香織、今日も仕事の方はいいのか？うん、まあね。本職も大事だけど、それと同じくらい学校も大事だから。ただでさえ授業に遅れてるわけだし、来れるなら少しでも顔出さなくちゃ。
それならまっすぐ教室へ向かえばいいだろうに。いや、これはちょっとした大輝への挨拶というか、なんというか。それより、大輝たちこそ何してたのよ。見ての通りだ。わからないから聞いてるんだけど。あげようか。え？手伝ってあげようかって言ってるの。こう見えても私、花とか詳しいんだから。花びらじゃなくて先っちょの部分だけなんだよね。そうです。東大草科ユーフォルピア族、和名は気象彫刻。出かかってたんだけどね。サンキュ。この白いやつは、確かタで始まるタスマニアデビル。
んな感じの花よ。嘘です。松沢、やりすぎだ。はい。香りもだ。痛み分けとしておけ。わかったわよ。よし、松沢、残りを運びに戻るぞ。それに授業中だから教室にも入りづらいしね。私の協力で作業も一気にはかどること間違いなしよ。増えたら困ります。どうした？
先に行ってるぞ。あ、大輝ってば待ってよ。待ってください。なくても水がめはある。松沢、香織と一緒に一つ持てないか。次で終わりですね。
っとだけ休ませて。休みたいんじゃないのか？もう休んだからいいの。松沢、いいか？早くしてよ。ああ、これで終わりだな。疲れた。手が痛いです。私もちょっと休ませてよ。授業中だぞ。
私、次は移動教室なので。ああ、ここは閉めておく。はい、よろしくお願いします。あの松山って子。松沢だ。ちょっとした間違いよ。私、あの子とは友達になれそうもないわ。気に入らないのか。まあね。なんて言えばいいのかな。私を見る目ってどこかトゲトゲしいのよ。邪魔者扱いしてるって感じの目でどうにも好きになれないわ。あの子ってどう思う？どうも何も。人付き合いは苦手だが、根はいいやつだぞ。でも大輝がそういうのならちょっとくらいは信じてもいいけど。さて、私も行かなくちゃ。遅れてる分、早く取り戻さなくちゃいけないしね。そういえば、
最近は学院によく姿を見せているな。まあね。ほら、忙しい時とそうじゃない時ってはっきりしてるから。香織自身が選んだ道だ。学校も大事だが、仕事の方もしっかりな。大輝。そう言って応援してくれるの、大輝だけ。マネージャーは言ってくれないのか。あんまりね。それに今の時代どこも人手不足なのよね。私専属のマネージャーってわけにもいかないのよ。でも、大輝に頑張れって言ってもらえて嬉しいわ。これでまた明日から頑張れそう。今日からな。そう、今日からね。間に合うか。大丈夫。危ないファンから逃げられるよう足腰だけはきっちり鍛えてるからね。今から走れば次の授業には楽勝よ。頑張るよ。あ、大輝。やっぱりいい。
ごめん。やっと帰ってきた。もう、なんでこんなに遅いのよ。ちゃんとした説明カムカムしてよね。手間取ってな。それより終わってすぐに帰ってきてやったんだ。自慢の料理だから食べてやるぞ。もう遅いですよだ。
キが帰ってくるの遅いから私が全部食べちゃったもんね。もうちょっと早く帰ってきてたら一口くらいあげたのにさ。私のスペシャルランチを食べる機会はありません。あんた、私のこと絶対バカにして。